いつもこうやって動物とコミュニケーションを取っております。どうもミスターのマリーです。僕は今会社員をやりながら週末は動物愛護活動家として活動しております。今日は娘が帰ってきましたので、今日も保護犬カフェ巡り行っていきたいと思います。保護犬とどうやって出会えばいいのかっていうの結構わからない方っていらっしゃると思うんですけど、保健所に行くとか、あと譲渡会に行ってみるっていうのもいいと思うんですけど、ランチのついでとか、あとお茶のついでっていうことで気軽に立ち寄れるっていう点で、保護犬カフェっていうのはすごいおすすめです。そして SNS やってる人には朗報ですけど、映えます。ということで今日は西八王子駅ですねの近くにある保護犬カフェに行っていきたいと思います。まずは場所、どこにあるのかというところからご紹介していきます。さて今日向かうのは保護犬カフェ西八王子店。西八王子駅から歩いてすぐのところにあるそうです。こちらの保護犬カフェさんは、ホームページとかは特にないんですが、ツイッターですね、ツイッターはよく更新されていて、 Facebook も更新されてますので、タイムラインとかにはよく可愛いワンちゃんたちの動画やとか写真が流れております。なのでぜひいいねとかフォローをよろしくお願いいたします。というわけでそろそろ娘を起こして、行っていきたいと思います。行く前にまず散歩ですね、散歩ボランティア始めたのでその辺の動画も今度上げていきたいと思います。というわけで行ってきます。それではというわけでやってきました、保護犬カフェ西八王子店ですね。ちょっと今日もね風が強いんで早く入りたいと思います。今日はこれから娘と一緒です。はい、でこちらのカフェはですね、入り口に鍵がかかっていて、ちゃんと犬たちが逃げないように内側から鍵がかかってますんで、ピンポンと押してから入ってください。で1階にも触れ合えるスペースがあって、こういう犬がいるんですが、基本は2階がカフェスペースになってます。でこの引き戸を引くときに犬がねバッて1階に行こうとしたりするので気をつけてください。この後ろにドアもあるんで、そっち閉めてから触れ合うようにしてください。で抱っこするときはこういうふうに膝の上に乗せてあげてください。店員さんに聞いてみたら、こちらカフェはね大阪がホームのラブファイブっていう団体が運営していて、でこの前動画上げた立川店と、あと動画は上げてないんですけど印西店も姉妹店だそうです。なので今これはおやつをあげてるところですね。で立川店の時もそうだったんですけど、背中のところにおやつ NG って書いてある子にはあげないようにしてあげてください。なのでしっかりチェックをしてください。で娘がねこれ乾き物、ドライのドライフードあげてるんですけど、おやつをあげてるんですけど、他にも肉とか野菜はないか、肉とかもあるので、できればねそっちの方がいいと思います。で乾き物は OK だけど肉物は NG っていうね、ちょっとややこしい子もいたりするんですよ。なので背中のタグをよーく見てあげてください。でこれなんか結構娘はね音声には入ってないんですけど、ダメだよとか言ってますね。でこの頭が映ってる子がウイちゃん、この子がねおやつを狙ってました。でここにいる子たちは繁殖犬として活躍してきた子たちなんですね。でちょっとねこの辺は最後にご説明したいと思います。というわけで行ってきました。楽しかったね。楽しかった？ということでまた、ということで戻ってまいりました。というかね、完全にエンディング撮り忘れてね、実は今全く別日で撮ってます。ということで今日は最後エンディングですね。こちらで、先ほども写真であった、今画面出てると思いますが、繁殖犬についてですね。で本当に賛否両論というか、動物愛護業界ではピの方がメインですけど、ペットショップってこう人気が出る犬犬種っているじゃないですか。例えば、チワワとかダックスフントとかで売れるからどんどん量産しようとするんですよね。でそれが、いわゆるパピーミルって言われる子犬工場ってですね、日本語で言うと。で良くないブリーダーの人たちが、繁殖犬って要するに、ペットショップに並ぶこのお父さんお母さんの犬たちですね、たくさん買ってどんどん子犬をね産ませるっていうのが現実というか現状なんですね。だからこの繁殖犬っていうのは、ちょっと言葉悪いですけど子犬を産むための道具として扱われてきていた犬たちっていうのが繁殖犬っていう存在です。でちゃ
ゃんとしたブリーダーさんっていうのはそのまあこういうことしないんですね。というか、まあ、ちゃんとしたブリーダーさんってあのちゃんとした飼い主に犬を譲渡というか譲るので、まあ、基本的にこういうパピーミル出身の子たちっていうのが、まあ、ペットショップに、まあ、全てじゃないんですけどペットショップに並んでる子たちはパピーミル出身の子が多いです。でこういうかわいそうな子たちって、まあ、その国のね日本っていう国自体が動物愛護法とかっていうのがすごい緩いんですよね。そのペット飼う条件とかがすごい緩いので、まあ、そういうところで、まあ、生まれてしまったっていうのもあると思うんですけど、先ほどの西八王子店さんの、あの看板にねあったようにやっぱり根本的な原因作り出してるのは僕たち消費者なんですよね。でも犬たちには、まあ、何の罪もありませんし、やっぱり、まあ、実際行ってみると本当に可愛い子ばっかりなんですね。なので僕はこれからもその、まあ、犬を飼うっていう時に保護犬を引き取るっていうのが選択肢の一つとしてね、もっと検討してもらえるように動画をどんどん出していきたいなと思っております。というわけでね、これからもどんどん映像技術であったりとか編集技術、撮影技術っていうのも向上していきながら、あのどんどん取材を続けていきたいと思いますので、ぜひともねチャンネル登録の方お願いします。あといいねボタンいただけるとあの励みになります。なのでぜひ登録お願いします。まあ今回はそれ以上にね、あの八王子店さん、西八王子店さんのツイッターとフォロー、Facebook はあの概要欄の方に書いてあの貼ってありますので、ぜひそちらの方はフォローお願いいたします。というわけで、以上になります。それでは、うっす、間違えた。それでは。